こんにちは、りょうです。過去の動画を見ていただいた方はわかると思うんですけど、今私が着ているこの冬用の調査服を購入した動画をアップしました。その動画にコメントでかなり不評な声をいただきました。なんかいろいろ派手にしてみたらとか、あと YouTuber なんだからもっと挑戦してみたらとかの、そのいろんな声をいただいたんですけど、それから私も本当にいろいろ考えて悩んで悩んで、実際に派手な服も探しに行ったりとか、いろんな服探しに行って実際に着てみたんですけど、あんまりちょっとパッとしなくて、なのでまた私の新たな衣装を購入してきました。で、それは私の大好きなものにしようと思って用意したので、今日は皆さんにその服を見てもらいたいと思います。いや、基本的に私はその企画に合わせる予算っていうのがあんまりないので、今回用意した服もありものとか、あと古着とか手作りとか、購入したものもあるんですけど、そういうのをいろいろ自分の持ってるものとかも含めて準備したので見てみてください。 Close to the sun。次行きましょうか。あんまりこれっていうのがなかった。ここにも2店舗目見たんですけど、いいのがなかったので、次また1店目回ってみたいと思います。これからも。いいのが見つかりました。新しい服手に入りました。皆さん分かりますか？パズン。私的にはかなり気に入ってますで、年末からこのパズーのコスチュームでやっていきたいと思うので、見かけたらぜひ声をかけてください。で、しっかりこのバッグの中にも、この映画にも出てくる食パンこちらリンゴもついてます。これも履いてるので、本格的なパズーとしてパズーのコスチュームを着て、大好きな大好きなジブリ私の大好きなジブリ映画のラピュタに出てくるこのパズーで、来年から年末から寮やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ